野尻港にバス釣りに行くんですが、どんなタックルできる？最近行ってないからね、野尻港ね。あそこの野尻港っていうのは村田はじめが全部オープンさせた。ね、今まであそこは全部完全なる釣りが禁止。ワカサギ釣りとヘラブナ釣りだけだったんですが、そこにリールのブラックバスをやらせてくれるという、漁労長と久保君が交渉して、あそこをオープンさせました。3億のお金を、落とさせてみせましょうということでやったら、なんとその年5億円のお金がですね、野尻港に落ちたの。これ日経新聞にも載ったんですけどね、村田はじめがテレビで、ビデオで、雑誌4社で、全て宣伝を、やりまして、その年収益が約そこの観光に対して5億円の金が落ちたというね、僕が、あそこはオープンさせました。その野尻港なんですが、その後にですね、僕とのお約束であそこでトーナメントは絶対やらないでねっていう約束にもかかわらず、ちょうどスポーニングのシーズンにですね、トーナメントやりまくったんですね。でもう約束を破ったんで、僕は二度ともう、野尻港では釣りしませんよということで、やめました。ね、なんでっていうと、だってあそこでスポーニングシーズンでサイトフィッシングで釣るのはいいのよ、全然サイトで釣るのはいいんだけど、トーナメントだとそれ全部ラベルに入れて持ってっちゃうでしょ。そうするとそこの、ね、ベッドがダメになっちゃうわけよ、ね、だ一般の人専用っていうことで約束で僕は、あそこをオープンさせたんですが、ね、いや約束を破られてしまったということで僕は、野尻港に行ってないんで、もう今の時期の野尻港はよく分かってないですね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。